キャシー・ダウンズはアメリカ合衆国の女優である。1924年、ニューヨーク州のポート・ジェファーソンに生まれる。その容姿からファッション雑誌の防具のカバーモデルとして活動が20世紀フォックスのタレントスカウトの目に留まり、1944年にハリウッドへ渡った。1945年からノークレジットでステートフェアなどの映画へ出演してキャリアをスタートさせ、 1946年にルシル・ボールと共演した闇の曲がり角で正式に女優デビューを飾る。同年、ジョン・フォード監督でヘンリー・フォンダ共演の西部劇、荒野の決闘において、クレメンタイン・カーターを演じたことで、名が知れるようになり、翌年に出演したホーユー・アイダイでは主演を務めた。その後も順調にキャリアを重ね、テレビシリーズへも進出。 1950年代は特に出演作品が多く、女優としての格好たる地位を確立した。1960年にその女優活動の功績が称えられ、ハリウッドウォークオブフェームも授与されている。1976年3月3日、ガンのためカリフォルニア州のロサンゼルスで死去。52歳だった。ありがとうございます。